今日は急落した高配当株を紹介するよ。三菱 HC キャピタルがあるんだけど、連続して増配してる人気株で、最近株価がちょっと落ちてきてるよ。その株の業績はいい感じなんだけど、決算後に株価が落ちてきた理由を考えると、他の増配企業にお金が流れたかもしれないね。現在の株価は割安感があって、今が買い時かも。安定した企業だから安心して持てると思うよ。三菱 HC キャピタルについて簡単に紹介した後、連続増配株についてお話しします。連続増配株には利回りが高いものが多く、特に三菱 HC キャピタルがその代表で、他にも小林製薬や USS なども注目されています。リコリースや KDDI なども連続増配の企業で、安定感があり株価は高めですが、注目すべき銘柄です。サンドラックは22年連続増配しており、最近株価が落ちているので、これからの巻き返しが期待されています。決算が近いので、これからの投資戦略について考え、必要があれば損失確定することも視野に入れておくべきだと思います。本日の内容は以上で、今後も株価の動向をしっかりお伝えしていきたいと思います。チャンネル登録や高評価もお願いします。